ビアベリーさんについてご紹介します。ビアベリーさんは革をメインに手掛ける OEM バッグメーカーとして東京の北千住に工房があります。40年近くされておりまして、高級ブランドの修理なども行っております。ビアベリーさんは、手を動かしながら着想が降ってくる時もあり、このような素材で組み合わせたらいいんじゃないかとか、こんな風に作ったらいいんじゃないかっていうのを工房の仲間たちで出し合ってお作りしています。例えばこちらなんですけれども、メガネケースにもここにメガネを入れていただいて、こんな感じでメガネケースになるんですけれども、この4箇所止めするとマルチトレイにもなります。こういったものを全部終わった後に工房でみんなでアイデアを出し合いながら、お酒を片手に飲みながら、こういったものはどうかなっていうのを出し合ってできた商品たちばかりです。で、こうビールを飲むとこう心が緩んで打ち解けるというか、そういったものもあって、こうビールを片手に飲んでいろんなものを出し合っています。で、あとはこういう携帯灰皿だったりとか、あとはこちらも結構工夫されていて、こう一見こうハーフウォレットに見えるんですが、このボタンを外していただくと、ここにお札ポケットが登場します。こんな感じで結構工夫された商品たちがたくさんあります。で、その中でも今回南蛮七宝とご紹介さ、コラボさせていただいた商品で、ビアベリーさんが出しているこちらのトートバッグですね、こちらをメインに南蛮七宝の小紋でお作りさせていただきました。で、ここにもこういうビアベリーさんのロゴが入っています。で、こういうところでも革をこう縫うときに、ここだけをちょっと薄くすいたりとか、こういう持ち手の部分とか疲れやすいので革を分厚くしたりとか、あとはこういう真鍮を使っていたりとか、こだわりがたくさんあるバッグになっています。こちらも裏面にはここはデニムの色とかがつかないように、あえてこういう、白い生地を使っています。それを今回こちらの南蛮七宝でお作りさせていただきました。